間ずっと音がな。やっと聞こえました。すいません、申し訳ございませんでした。戻ってまいりました。芋煎って隠れてた。失礼しました。失礼いたしました。いやあのデザインさんがやるとダメ。じゃあもう一回。はい、いつからですかね。最初でしょ。最初からですよ、うん、それでは平日毎日1時間生放送をしているチャンミオ TV、 はい、本日もウキウキハッピーにお届けしてました。オンタイムに始まっておりましたが始まってました。声が出てませんでした。音声が届いてませんでした。失礼いたしました。しました。はい、じゃあどこまで行こうかな。あ、そっか。え、あれを最初の稀勢の里の時は稀勢の里の映像だけは音が流れたんだろうね。なんだろうと思いましたよね。まあ、しょうがないな、はい、一応9分前にかよさんから、はい、おかえりなさーい。かよさん、ありがとうございます。ありがとうございます。かよさんのおかげで気づきました。ありがとうしてございます。ありがとうしてございます。こういう事態がね、ねえ、やっぱりあのいかんですね。おなぐらさんのせいにするわけではないですけど、私たちのね、確認ミスで、申し訳ございません。申し訳ございませんでした。じゃあ33元堂をもう一回で、ちょっとすごくかいつまんで話すと、33元堂プロジェクトっていうのが牛久大仏で開催されます。こうやってのはまあ芸術のね、美術作家のテッタさんという方がまあちょっと前からやってるプロジェクトらしくて、なんかね、牛久大仏で菩薩のメイクをして、菩薩メイクをすると人間じゃなくなるでしょ。だからゼロになった状態で人間性をなくして、それで会場内を練り歩こうと。そうするといつもと違った何かを得られるのではないかっていうね。それが土曜日が2回、日曜日が1回、各10名と。そこからそれも言わなきゃいけないね。そうです。10時スタートで1時ぐらいまで、はい、10時スタートで11時ぐらいまで、で日曜日が10時スタートで1時ぐらいまでやりますよということでございました。ね、もうね、よかったらそのストールっぽい、ストールっぽいじゃない、仏っぽいストール持ってれば持ってきてください、ね、女性だったらファンデーションとメイク落としを持ってきてください。そうで、ね、気になる参加費は1500円です。はい、ということなんでね、はい、皆さんぜひぜひワークショップ参加してみてください。よろしくお願いします。行こうねっていう話もしてたのでね。そう、取材にそれで行っちゃうみたいな。行っちゃう、行っちゃう。まあでも皆さん本当にぜひ、あの牛久大仏が20周年ですから、はい、あのすごくね、牛久的には大注目イベントですよ。ですから本当に注目されるイベント。そう、全国的に注目のイベントです。しかもね、牛久大仏ではなんか紅葉になんとカッパ太鼓のね、皆さんがコラボレーションして、カッパ太鼓と牛久大仏のお坊さんがコラボレーションみたいな、なんかこんなになってたりする。こんなになって紅葉してる、うん、伝わんのかなやってたりとかするので面白いので、ぜひ花火もすごいし、U字工事も出るし、まあ、いろいろとありますので、ぜひ必見です。よろしくお願いします。はい、ご視聴ください。お待ちしてます。はい、じゃ続いてね、茨城県の育英会、はい、茨城県育英小学生募集ということで、はい、あの成績優秀で経済的に困難だよっていう方ね、あの奨学金の制度ございますので、ぜひぜひご利用ください。これはね、あの詳細はね、さっきあの出てたの で、 出てたので、大丈夫だと思いますけれども、はい、あの水戸のね、茨城県の教育庁高等高校教育課の管理担当さんまで問い合わせしてみてください。029-301-5246 でございます。ぜひぜひね、あのお隣の子がもしかしたらっていう方がいたら、ね、それもそれでね、うん、地域のみんなで助けてあげるといいじゃないですか、ということでございました。はい、じゃあ続いていきましょう。3つ目の牛乳でございます。3つ目はですね、第5回のビエンナーレ牛久ということで、もうね、いろんなところでビエンナーレ牛久のこと書いてあるとは思うんですけども、チャミ TV でも何回か紹介してますが、もう一回紹介しましょうね。ビエンナーレ牛久、なんと公開審査会というのが開催されます。でね、あのビエンナーレ牛久はね、なんていうの、一等というか特賞とか、まあ、賞金出るんですけども、それの、まあ、審査会っていうのを実際に生涯学習センターで生でね流すんですよ。みんな見に行けるんです。なのでね、公開審査会の時なんですが、5月の24日の土曜日と5月の25日の日曜日、9時30分からで、終了時間は未定となっています。入場無料で中央生涯学習センターの文化ホールで開催となりますので、皆さんぜひ見に行ってください。牛久のね、
いろんな牛久だけじゃなくて日本中から集まった芸術作品 の、うん、あの公開審査会ですので、もしも出したっていう方もね、もうねいるかもしれないので見に行きましょ う、よろしくお願いします。今週末ですね、そう、はい、土日です。土日いろんなイベントがあってね、どれを紹介していいのか分からなかったんですけど、ね、まあ、ちょっとひとまずねそちらをご紹介させていただきました。じゃ続いて、まあ、気になる稀勢の里関の、さっき応援してた応援のねビデオ流れましたけど、稀勢の里関ね今日どうだったんでしょう、白鵬と戦いまして お互いいっぱい同士だったわけなんですけれども、はい、あ、そういうことは残念ながら負けてしまいまして、もうねダーンって感じです。まあでもね、はい、あの元気出していきましょう、はい、ね、あ、ね、明日からまた勝ち続けていただいて、はい、まだまだね、あの初優勝に向けて頑張って戦っていただきたいと思います。ほんとね、でもね、で、あの白鵬もまた負けるかもしれないですからね、はい、そうね、稀勢の里関頑張ってください、頑張ってください、応援してます。じゃあ続いてですね、小中学校からのお便り参りましょう、はい、本日もですね牛久市の教育委員会さんにご協力いただきまして、牛久市内の小中学校の情報だわね、情報ジュースになっちゃったニュースをお届けします ね。アナウンス部長がいるのに口が回ってないですね。はい、じゃあ行きましょう。一つ目の学校こちらの学校でございます。じゃ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 ん、いい顔してるんですよ、本当に躍動感がある、そう、超いい写真でしょ、ね、これ撮った人すごいよ、素晴らしい、この子もすごいいい顔してるんだよ、ね、本当に、ね、こちらね、市っていう題名なんだけど、市中根小学校、ね、はい、6年生頑張ってきました、毎日の練習の成果を発揮し、リレーでは男女ともに1位を取ることができました。素晴らしい。他の種目においても自己ベスト目指して一生懸命取り組む姿が輝いていました、応援ありがとうございました、という中根小学校のニュースでございました。これね、でも本当に盛り上がったと思うよ、ね、男女で1位だから ね、おめでとうございます、おめでとうございます。じゃあ続いていきましょうね、続いては向こう大小学校ですって、じゃ順番間違えちゃって、はい、向こう大小学校クラブ活動ということで、新年度になって最初のクラブ活動があったそうなんですね。4年生にとっては初めてのクラブ、とっても楽しみにしていました。組織作りをして早速活動を開始したクラブもたくさんありました。音楽クラブも素敵な音を響かせていましたと言ってね、これは何をしているところでしょうか ね、何クラブかな、それが音楽クラブで、トランペット弾いてるんじゃないかな、ほら、あ、すごー、クラブでさ、音楽クラブなんてのがあるのね、部活みたいなもんね、音楽クラブ、吹奏クラブ、何なんだろう、音楽クラブって書いてありました、音楽クラブ、ね、じゃあ続いていってみましょうね、はい、続いての学校はこちらの学校でございます、じゃーん、どこでしょう、ね、どこでしょう、これは答え書いてありますね、よく見ると神谷小学校です。陸上記録会が行われました。6年生が牛久市小学校の陸上記録会に出場しました。今まで練習してきた成果を出すべく全力で記録会に臨みました。開会式には緊張の面持ちで臨んでいましたが一人一人からさあ頑張るぞというような気合が感じられました。開会式後には入念に準備体操も行いました。本番が始まると自分が出場する種目でなくても頑張れーいけーとテントから大きな声で応援をし、選手はその声に押されるように記録を伸ばす子がたくさん出ました。記録を伸ばす子がたくさん出ました、うん、いっぱいいたと言います、ね、その応援が、うん、そのエネルギーになるんですね、パワーになるんですよね、嬉しいですよ ね、応援してもらえると、はい、そっちね、その結果が、上位入賞が多数出ました。お、特に女子 80m ハードル走では1位、はい、2位、3位を独占、すごいすごいね、女子 100m や女子走り幅跳びでも1位を、 400m リレーでも女子が2位に入りました。全員が最後まで諦めずに、頑張る姿が印象的でしたということですね。素晴らしい、皆さんすごい頑張ってます ね、これ6年生だけなのね、あれ、じゃあさっきのどうだったっけ、中根小学校6年生、6年生、6年生が、じゃあ同じあれなの、なんで競技会、牛久市でやってる陸上競技大会だから、そう、もちろんそう、牛久の市内の小学校が全部やってるんですけど、6年生だけだったかしら、私は4年生とかやりましたからね、うん、はい、じゃあ次行きましょうね、はい、続いての学校はこちらでございます、じゃじゃーん、何やってるところですか、うん、
あれな、ん、こういう机の並びなの今黒板に対して、これ多分そういう並びにしてるんじゃないかな。授業、はい、どうなんだろう ね、ちょっと見てみましょうね、はい、引っかかった。算数の問題ということで、4年5組の5組まであるんだ。4年5組の、まあ、5組以上あるかもしれない、うん、4年5組の算数の授業で校内研修を行いました、はい、食べ終わった棒を3本集めるともう1本もらえるアイスキャンディーがあります。いいな。このアイスキャンディーを20本買うと何本食べることができるでしょう。はい、ですって。何本、3本集めるともう1本もらえるんだから、はい、20本買うと6本もらえるよね。でも6本もらったら それが2本あるから、28本じゃ最初6本もらうでしょ、うん、あでも20本買うとだから6本と2本残りなんだよね、うん、で6本で2個もらえるでしょ、2個と2本残ってるでしょ、で3本もなになる。わあもう難しい、書いていかんじゃ分かんない。そうね、だから子供たちはそうやって図に書いたりとか、はい、式を書いたりして各自が自分の答えにたどり着きました、はい、本当に26本でいいのかな、うん、これには続きがあるんじゃないという子供のつぶやきにクラスのみんなが、うん、あー、先生がもう一度グループで考えてみて、こうして授業が進み最後は楽しかったという笑顔が見え、考えることが楽しかった算数の授業が展開されました。放課後に子どもたちが、違う、先生たちが、はい、会議室に集まり、授業の写真を見ながらそれぞれが今日の授業から学んだことを交流し合いました。若手の教員からは子どものどんな発言にも耳を傾け受け入れていく事業者の姿勢から、失敗しても間違えてもいいという安心して学べる授業作りについて学びましたという、そんなね、日立の牛久小学校のニュースをお届けしました。気になるね、ちゃんと答えが気になる。ちょっと答えはね、アナウンス部長に聞こう。あ、そうですね、アナウンス部長今一生懸命計算してると思います。計算していましたからね。はい、ということで答えが分かった方、分かった方は、コメント待ってます。お願いします、はい、じゃあもう一回問題言おうか。食べ終わった棒を3本集めるともう1本もらえるアイスキャンディーがあります、うん、このアイスキャンディーを20本買うと何本食べることができるでしょう。皆さんの回答はコメントまでよろしくお願いします。ガチ計算してんじゃん。え、はい、そうだよ。でも、はい、だって20本だと6本もらえるじゃん。そう、だから8本なわけじゃん。あぶれて18本食べて8本で、いやだから分かんない。はい、今アナウンス部長一生懸命考えております。はい、じゃあ、はい、以上ね、小中学校からのお便りをご紹介いたしました。はい、あっ、ねね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 、はい、はい、ということでね、今日もね、小中学校のお便りよかったね。はい、よかった。なんか今までで一番難しい小中学校からのお便りね。はい、神々でございます。神々でございました。じゃあ続いてね、はい、牛久の気になるお天気に行きたいんですけども、はい、今日は牛天大仏さんがいらっしゃらない。いないのかな、いないのかな。アナウンス部長が牛天大仏さんの、じゃあ早速ですね、出ていただきましょう、はい、牛天大仏カモン。牛天大仏だよ、牛天大仏だよ、牛天前に住んでない。はい、じゃあ早速ですね、明日のね天気なんですけれども、ちょっと小さくしましょうね、私たち。おいおい、明日ね、一日中曇りでございます。でね、最低気温が13度、最高気温が22度まで上がるそうでございます、うん、今日よりはちょっと涼しいのかな。今日暑かったよね。そう、でも最後らへん夕方雨降ってきましたよ。そう、ちょっとね、うん、だから今ヒヤッとしました、ヒヤッとしましたね。まだ寒暖差が激しいですね、はい、皆さん風邪ひかないように注意してくださいね。でもね、昼間暑いと思ってもちょっとね、一枚羽織るものをぜひ持ってお出かけください。はい、よろしくお願いします。それではウキウキハッピー、ウキウキハッピー、はいよ。
早いね、早くなるのね。はい、というわけでですね、はい、以上牛久のニュースお届けいたしました。じゃあ続いての準備に入っちゃおう。はい、じゃらったらじゃん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 、はい、はい、じゃあ続いてね、素敵なゲストさん迎える前に、はい、一旦 CM でございますので、 CM どうぞ。よろしくお願いします。ゲストさんがまたまたよろしくお願いいたします。どこかで聞き覚えのある、お世話になってます、いつもお世話になっております。じゃあ早速ですね、こちらのカメラに向かって、はい、椅子が安定しない、安定しない、はい、大丈夫ですね、はい、カメラに向かって自己紹介をお願いいたします。はい、はい、これか、こちらです、はい、この、はい、こっちですね、はい、はい、アナウンス部長ではない、環境生活部長の三能です、よろしくお願いします。アナウンス部長の、いや、環境生活部長です。アナウンス部長です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いろいろとね、一応いろいろつけてるんですけどね、いろいろ、本当にいろいろありますね、ニャンコラちゃん、チャンミオだったりとか、ね、その下がね、この下はラジオつくばですかね、はい、FM84.2 メガエフ、あとうちのつくつくつくですね、はい、あとジオパーク、ジオパーク、はい、頑張ってます。はい、はい、あとこれがあれですかね、タケコプターじゃなくて目です、タケコプターですね、目ですね、はい、いろいろな環境生活部長ですよ、はい、アナウンス部長です、はい、はい、ということでね、いろいろとね、はい、聞いていきたいんですけども、はいはい、私の資料も、ね、あ、そうだ、はい、ございます、私もカッパをちょっとつけます、あ、はい、ちょっとハゲ隠さないで、なるほど、ハゲ隠さないで、つけますかね、大丈夫、こんな感じですかね、あ、いいですね、なんかリアルカッパって感じですね、これね、なんかこういうキャラクターいましたよ、え、これカッパじゃない、こういう、キュー太郎じゃなくて、キュー太郎じゃなくてね、じゃなくて、多分ね、すごくね、はい、こういうキャラクターがいた気がします、いたですか、はい、ね、カッパ、そんなハゲてるところがちょっとサラになっていかんの、はい、チンチンがそのうちになりますからね、はい、あ、チンはないんですか、はい、今日はね、はい、どこかに、ね、はいはい、しまってあるので、はい、出てこないですね、出てこないかもしれないですけど、はい、じゃあ早速ですね、はい、アナウンス部長に、はい、まあ、いろいろと聞いていきたいなと思うんですけど、はい、まずは自己紹介、ああ、そうですね、はい、ぜひぜひ、はい、じゃあ正確に、つくば市の環境生活部長をしてます、三能と申します、よろしくお願いします。水曜日の、トミーの時にですね、ちょっとこう映像が流れたり、ちょっとね、声が流れたり、声が流れたり、ちょっとしてたことありますけども、はいはい、今回 初出演ということで、初出演、はい、祝ということで、はい、祝、おめでとうございます、イエーイ、ね、はい、念願の共演でございます、はい、ありがとうございます、ですね、やっぱりあの牛久市さん出て、はい、龍ヶ崎市さん出たんで、うんうん、やっぱり出ないといけないかなと、お隣筑波市さんと出ていただいて、はい、ということで今日は来させてもらいました、はい、はい、よろしくお願いいたします、よろしくお願いします、はい、そんなね、まあね、まあアナウンス部 長, ス部長、はい、もうアナウンス部長としか呼ばないですけど、はい、いやいや、環境生活ですけど、アナウンス部長にちょっといろいろとね、今日はね、お話ししていただける、はい、ということなんですけど、はい、まず一つ目がね、はい、やっぱりこれをね、書かしていけないなと思いますの です、ね、ぜひとも、はい、ぜひ教えていただきたいのが、はい、ラジオつくばでやっている番組について聞いていきたいんですけども、はいはいはい、ね、番組のお名前は何て言うんでしたっけ、つくば環境スタイルプラスという番組を、はい、チャンミオ TV と被ってるんですけど、さあ金曜日がね、金曜日の裏番組になってて、はい、金曜日の19時から15分流れてます、はい、あとですね、まあ、あの分割なんですけど、うん、あの朝 の、うん、あの岩崎さん代表の、はい、モーニングフラッシュのところで、うん、7時40分ぐらいから5分間、3分間ぐらい流れてますかね、はいはい、でですね、皆さんぜひラジオつくばを聞いていただきたいなと思うんですけども、ね、はい、
まあ、ちなみにあのチャンミオと、ね、はい、1年何半ぐらいになるんですかね、もうね、そんなになりますかね、はい、環境スタイルプラスやらせてもらってます。なんでそういうことでアナウンス部員っていうことでね、アナウンス部員で部長なんですけど、はい、そうそうそう、これいつから始まってるんですか？これあれです、去年の、2月かな、うん、ぐらいからだと思いますよね、はいはい、きっかけっていうのは？きっかけはですね、筑波の竜巻がありましたけど、5月の6日ですね、はいはい、あれの関係で、全校に、うん、まあ、筑波は9000世帯あるんですけど、うん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 、そこにあの竜巻に注意しましょうっていうパンフレットを、うんうん、あの全校配布したんですよね、はい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 、でその配布した時に、うんうん、やっぱりこの配布してもそのままなんかこう捨てられちゃったりするんじゃないかなと思って、うんうん、で何かこうちょっとみんなにこう、うん、注意喚起というか、はい、見てねみたいなことができないかなと思って、ラジオつくばの岩崎さんに話をしたら、はい、あ、じゃあ出ますって話になって出させてもらったりとか、あとあのうちあのケーブルテレビがあるんで、はい、ACCS さん、はい、あそこの番組も出させてもらったりとかしながら、いろんなメディアに出てるんですよ。そうなんですよ、 NHK にも出たりね。 NHK はですね、そうですね、あのメガソーラーで出てましたかね、はい、はい、いろんなところでね出てるんですけどね、 そうです、はい、そのうちちょっと何でもやります部長って言われてますね。いや、どうでしょうね、どうでしょうね、はい、その時はね、一緒に出たりして、ぜひぜひ、はい、連れてってください、はい、部員として、はいはい、よろしくお願いします。はい、私も部員になりたい。あ、そうですか、はい、ぜひぜひ、はい、部員になるには顔が冷たいよ。いやいや、部員になるにはちょっと必要な手続きがあるので。え、どんな手続きでしたっけ？あれをこのサポーターに入らない。あ、そうかそうか、そうですね、じゃあ後から教えてくれますか？はいはい、それはじゃあ、はいはい、追って、はい、追ってきます、説明していきたいと思います、はい、ます、はい、まあね、ちょっとね、コメントが届いてきてるような気がするんですけどね、はい、ます今日はね、そうですか、ちゃんみおのね、携帯電話でチェックする、ちょっと映像がガビガビになる恐れがあるのですが、大丈夫、大丈夫、いけますか、カズちゃんの、カズちゃんの、はい、カズポットで行く前に、いや、カズポットに行く前に、はい、じゃあちょっといろいろとね、はい、あの、そのカバンよろしいですか、はい、すいませんね、いやいや、大丈夫ですよ、まあ、でもアナウンス部長はもうね、はい、なんか地域関係なくもうみんなに愛されてるので、龍ヶ崎の多分佳代さんも多分 今コメントくださってるんじゃないかな、お世話になっております、よろしくお願いします、牛久もちゃんみおがお世話になってますし、つくばもつくばでお世話になってますし、はい、ね、頑張ってます、ありがとうございます、はい、ね、面白いですよね、はい、ね、いやいや、やっぱりみんな仲良くいきたいなってことですかね、そう、ウキウキハッピーでね、やっぱりウキウキハッピーは、うん、牛久だけじゃなくて、そう、はい、みんながウキウキハッピー、みんなが、ね、なってもらうかなっていうことですね、そうなんです、まあここが発信源ですけどね、そうそう、ここ拠点ですけど、はい、まあ、どん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 広がっていって、そうなんですね、はい、共同です、共同です、みんなをウキウキハッピーにするのが、はい、共同、共同、共同です、はい、みんなでウキウキハッピーになって、はい、同じ目的のために共に働くっていう意味の共同ですからね、はい、アナウンス部長と、そうそう、切り離せないワードでございます、ね、そうなんです、チャンミョのウキウキハッピーと同列で、三能といえば共同ということで、みんなで一緒に目的のために働こうということですね、ということでございます、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ちょっとあの電波の調子が、電波の調子が、じゃあ次いっちゃいましょうかね、はい、じゃあ続いてに、はい、続いてね、結構この流れでこう聞くですかね、いいですか、はい、あの、うん、さっきその、うんうん、何でしょうか、いろんなメディアに出たっていうのが、もともと広報、うん、あの行政の広報っていうのが、うん、なんか中途半端というか全然広報になってねえなっていうのが思ってて、これは聞きづせな、はい、うん、だから広報誌を出した、はい、うん、ホームページ掲載した、うんうん、チラシ作って、うん、あれですね、窓口に、うん、ラックに入れた、うん、それが広報だと思ってる人たちが多すぎる気がするんですよね、うん、で、うん、それって全然あのホームページ見てくれる人がどれだけいるか、うん、広報誌読んでくれる人がどれだけいるかっていうところがすごく度外視されてるような気がして、うんうんうんね、なかなか減ってないですもんね、そうそう、ラックのやつはね特にね、はい、なんで、うんうん、その伝えるっていう行為で終わっちゃってると思うんですけど、やっぱり伝わるっていうところを意識しないと、伝えるじゃなくて伝わる、伝わる、そう、伝えるから伝わるにやっぱりね、行政もちょっと意識をしないといけないのかなっていうふうに思ってます、はい、これ結構深いですよ、深い、コメント来てますか、はい、はい、大丈夫です、コメント来てます、はい、はい、
早さん、早さん、おかえりなさい、はい、どうもお世話になってます。おい、おバンダス、音が出てないみたいだよ。今は大丈夫、はい、今まで今まで、今まで、今までね、最初のですね、はい、はい、茂と諸岡さんも音出てないよ、聞こえない、ごめんなさい、放送事故じゃん、タカちゃんも音が、みんな音が、音声トラブルかにゃ、そうでございます。で、はい、音が戻った時にカヤさんが、はい、音聞こえた、よかった、ありがとう、おしきでございます。カヤさん、ウキウキハッピーカラーだ、ウキウキハッピーカラーでございます。はい、カヤさん、うん、立ち合いが合わなさすぎたというか、アッコ方が立ち合い合わせなかったような気がしないでもない、伏せの三続きですね、こう一回こうなってね、3回ぐらいこうガッてできなかったんですよ、合わなかったんです、合わなかったんです、あれがね、うん、あれがね、悔しいね、だったんですね。続いて、かよさん、つくば市環境生活部官能部長ご登場、ありがとうございます。何やってるんすか、環境生活部長ですね、アナウンス部長です。はい、見てるよ、はい、かよさんも言ってます、ありがとうございます。じゃあ皆さん、コメントお待ちしております、はいはい、お待ちしております、はい、何でも受け付けます、はい、まあ、そんな ね、ことを、はい、まあ、お話してましたが、はい、伝えるから伝わる、そうですね、伝わる、伝わるように工夫しなきゃいけないってことですね。どうやって、でも難しいと思うんですよ ね、はい、どうやったら伝わるんですかね、はい、でちょっとですね、はい、なんか役所っぽくこんなちょっと資料を持ってきました。お、じゃあこれちょっと内蔵カメラに切り替えてみようかしらね、そっちの方がいいですか、こっちよりもこっちの方がやりやすいですよね、いや、どっちでもいいですけどね、じゃあこっちでいい、いや、こっちでいいですよ、はい、ちょっと立ってみようかな、はい、行政側です、はい、行政側、うん、国民、市民側です、はい、で、ここに無関心の壁っていうのがあるんですよね、無関心の壁、無関心の壁、そう、関心を、ね、持ってもらう、そうなんですよ、ね、みんな見てくださいみたいな、はいはい、で、うん、この無関心の壁をどうやって、ね、うん、突破できるか、うん、打ち破れってことでやってますけども、はい、だ、まあ、そういう意味ではこういうね、あれですよ、さっきの広報誌、うん、ホームページってだけじゃなくて、うん、次のステップをね、出なきゃいけないかな、うん、なんで、うん、チャミオテレビに出るとか、おいうことですか ね、 なるほどね、ラジオつくばに出るとか、出るとか、なんでちょっとでもなんかこう、はい、あれですよね、うん、その行政のことをちょっとなんか、あ、面白そうだなと、なんか面白いことやってるなみたいに思ってもらえるっていうのもいいのかなと思ってるんですよね、うん、でもそういう意味ではだからうちのあのふっくん船長とか、はいはいはい、つくば本物とかっていうのも、はい、やっぱりこの無関心の壁を破るための、はい、あの一つのツールだと思ってますけどね、はい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 、でこの無関心の壁を破ったとしてとって感じですよね、無関心の壁を破ったとして、で行政はしっかり情報発信をしましょうってことなんですけど、うんうんうん、でそこで正確で分かりやすい情報を提供しましょう、正確で分かりやすい情報を提供する、ね、そうだからお役所言葉で書いて、うん、ね、市民の人たちがそれが正確に分かるかっていうと、分かんない、ね、伝、ね、得るから伝わるなんで伝わってないんですよ、ね、で伝わらないような情報は、ね、あのもちろんお役所なんで役所言葉も使わなきゃいけないんですけど、うん、でもそれと広報と、ね、変えることはできると思うんで、工夫が必要と思うんですよね、でやっぱりそこはこっちの発信する側が意識しないとダメなんだと思うんですよね、で、うん、でそれで正しい理解を市民国民の人に持ってもらって、いい評価だったり悪い評価をもらいます、それでよくあれば、ね、モチベーションアップ、なるほど、ね、で次の施策にも生きてきますし、うん、悪い評価だったら何が問題だったのかなっていうのをしっかり組織内で検討して、うん、また次に生かす、うん、でこれでこういい好循環ができれば、うん、ね、行政の仕事もどんどんこうなんか市民が求めるものになっていくのかなっていう気がしますんで、広報すごく大事、うん、今まで広報をすごく、なんでしょう、行政はいい加減にやってたんじゃないかなっていう気分があるんですけどね、まあまあ、あの真面目にやってた人、一生懸命やってた人もいるんでしょうけど、うんうん、はい、その無関心の壁をぶち破れ、破った上でしっかり情報をね、正確な正確な情報を、うん、そう、あれですね、私があの入った20年前はから考えると、うんうん、行政の情報ってすごく出てるんですよ、ホームページに本当に何でも載ってます、でも何でも載ってるんだけど、何でも載ってても誰も
見てくれてるのかなっていうところはありますよね。で、あ、こういう情報ってあのホームページに載ってるんだって思ってもらうだけでも、この無関心の壁がねなくなったかなっていう気がするんですよ ね、 でもね、なのででも本当に行政のホームページってすごいいっぱいいろんなこと書いてあって、見れば見るほど超便利なんですよ、うん、そうなんですよ、ね、でも見ないと知れないからもったいないんですよ、うん、そうだと思います、ね、あと、うん、見づらいっていうね、うん、ご意見もいただきますけども、うん、検索とかね、うん、いろいろとこう機能ありますから、うん、そういうのを使ってもらうと、うん、ね、結構いろいろヒットするんじゃないかなと、うん、まあ、ヒットしすぎてわけわかんないっていうオチもあるかもしれませんけど ね、 ね、 そこね、いろいろ見てみた方がいいですよね。そうそうそう、触れてみないと使い方がよくわからなかったり、うん、ね、だからなんか行政って情報をいっぱい出してるってことを知ってもらうだけでもいいのかなと思います。はい、一番そうだと思う、情報があるのって行政だと思う。うん、そうですね、わかんないんで、はい、そうなんです。でも、ね、取りに行けばあるから、そうそう、うん、でも私はその取りに行けばの手間をなくしてチャンミオ TV を見ればわかるにしていきたいんですよ ね、 そうそうそう、ね、だから本当にそういう意味ではこの無関心の壁を破るためのチャンミオ TV だと思います。はい、でございます。はい、思ってます。はい、ぜひぜひ本当に、でも ね、 ね、頑張ってますよね、まだ全然、まだ全然ですけど、はい、いえいえいえ、でも、ね、私もこのね、はい、人ってなんで無関心なんだろうと、そうですね、うん、でも、うん、あれなんですよ、思うんですけど、うん、やっぱり、うん、チラシを巻いて、うん、それを読んでって読まないわけですよ、うん、でも、うん、こういうこと書いてありますから、うん、ぜひ読んでくださいっていう、うん、思いを伝える作業をやっぱりしなきゃいけないんだと思うんですよね。だからやっぱりこう伝える側の熱い思いみたいなのはやっぱり人を動かすためには必要なのかな。なるほどね。だからね、やっぱりこっちが冷めてたら、伝える側が冷めてたら伝わらないんですよ絶対に。そんな簡単に人は動かせませんから。そう。だから熱い思いを持って情報発信するっていうところはすごく重要なのかなって思いますけどね。まあなんかちょっと ね、うん、うるさいとか、ね、うん、引いちゃう方もいるんだと思いますけどね、はい、世の中にはいると思うんですけど、でも、はい、すいません、よくこう椿飛ばしながら喋ってることがあります。いやでもね、アナス部長はね、はい、熱いんですよ、はい、だからね、ちょっと太ってますしね。いやいやいや、ちょっとそんな話はしてないですよ。ちょっとじゃないかもしれないですけどね。そんな話してないですけど、はい、でも本当にアナウンス部長は熱くね、いろんなことをこう常にアナウンスしてるから、はい、アナウンス部長だったり環境生活部長なんですよね、営業部長、あ、営業部長、ゴーヤ担当部長だったり、あ、そうそうそう、ゴーヤも作ってます。いろんなことを、はい、やってます。あのメガホンで熱くね、はい、そうそうそう、先日もつくばフェスティバルっていう ね、はいはい、そうですね、大きなイベントがあったんですけど、はい、そこでも、はい、もう飛ばしながら、そうそう、あのメガホンで喋、はい、ってましたね。そのメガホンで喋ってたのは一体何だったのかっていうのを次に聞いていきたいなと思うんですけど、アナス部長はね、すごい営業部長なんですよ、はい、そう、営業してます。そう、本当に、あの祭りで誰よりも声出してたんじゃないのかってぐらい声出てるんですけど、はい、はい、ちょっとまたこんなの用意してみます、はいはい、つくば環境スタイルサポーターズです、うん、タケコプターのやつなんですか、ね、はい、タケコプターではなくてですね、タケコプターなんですね、タイペタコプター、いやいや、じゃないんです目です、タケコプター、これが、はい、植物の芽ってですね、はい、この双葉が、うん、で双葉がこう、ね、伸びるとこんな大きな木になりますよっていうね、タケコプターはこうはなりませんから、タケコプターは大きくならないですからね、ね、まあ、ちょっと今納得しちゃったけど、まあ、ちなみにあのチャンミオさんがよく言ってるのはこれなんですよね。そう、これがですね、見えますこれ、これこれこれ、タケコプター、これがね、うん、ここがねタケコプターだっていうね、そうそうそう、頭に、ね、頭に芽が生えてるんでタケコプターだっていうね、だからここ車がタケコプターが生えてるんですよ、ね、でも誰も飛んでないよ、そうそうそう、犬にはついてないです、タケコプター、あ、犬、あれ、このにいる犬は、あ、この犬、あ、そう、タケコプターついてない、他のチラシではついたりするんですけどね、なんか間違い探しも楽しめるのが、そう、タケコプター、そう、この自転車の子がね付け忘れてたりするっていう、うん、あのチラシがたまにあったりしますんで、はい、レアものですので見つけてみてください、見つけても何ももらえないですけどね、そうですね、ごめんなさい、つけたいでしょ、はい、で、このつけサポーターですから、はい、サポーター一体何なのかっていう問題ですね、はいはい、問題、はい、というかですね、筑波でですね、はい、環境モデル都市っていう、
のになってます、うん、あの筑波環境スタイルスマイルっていうことで、うん、去年あの国から選ばれてるんですけど、うんうん、でこれを今、2030年までに CO2 排出量 50% 削減っていう取り組みをしてます、うん、でこれの一環でこうサポーターズっていうことで、うん、市民の方に、参加してもらおうっていう組織になってます、うんうん、でちなみにですね今、5000じゃない、5500人超えました。はい、5000オーバーしましたね。そうです。で事業所会員が今230です、うん、まあ、今度あのチームチャンミオも入ってくれるっていう話もあるんですけどね。はい、大丈夫です。なんで、はい、でですね、あのどういう人が入れるかなんですけど、はい、筑波に、まあ、在住ですね。筑波在住、はい、で在勤、在勤、はい、あとですね、筑波が好きな人、好きな人、牛が好きでも筑波が好きだったらいいな。お、牛が好きでも筑波が好きでも、そうそうです。2番目でいいです。大丈夫です。2番目に好きである人だったら入れます、うん、組織です。じゃあそれカズちゃん入れる。そうそうなんですよ。チャンミオもストレスフリーに入れるわけですよ、ね、あ、ストレスフリー。筑波が牛久が好きなのにって言わないで大丈夫、はい、筑波も好きで、筑波も好き、はい、なんですよね、うん、でこういうその環境スタイルスマイルっていうのをやっぱりあの国内外に発信をしていきたいんで、国内外、そうそう、国内外、そうなんですよ。だからチャンミオ TV に出るとほら全世界に配信されてるじゃないですか。オールオーバーワールドに配信してますので、はい、ね、なのでそういう人たちにこう、ね、知ってもらって、世界の皆さん、はい、モデル、ぜひ竹子ブタ環境のモデルを作っていきたいということでやってます。竹子ブタつけようぜ、そういうことです。はい、目なんですけどね。竹子ブタですよね。どういうことやってるかってことなんですけど、はい、サポーターズポイントってことでエコポイントをこの4月から付与できるようになってます。すごいんですよ、はい、IC カードって、そうそう、はい、IC カードで、ちょっと私の IC カードじゃないんですけどこういうカードを配ります、うん、はい、でこれにポイントが加算できますので、うん、でポイントが貯まったらエコ商品とかと交換ができます。なのでね、はい、非常に便利。スイカとかとも一緒になったりとかもするので、そうそうそう、はい、ちなみに、はい、ちなみに私はこのスイカで、うん、はい、登録してるんですけど、はい、まああのほとんど、はい、どうやったらそのエコポイントが貯めれるんですか。ですね、そういうイベントに出てもらうとか、ですね、あのアンケートに答えるとか、そういう、まああんまりそんな難しいことはないです、うん、はい、あのこのサポーターズ自体がですね、あの気楽に自由に無理せずにっていうコンセプトでやってますんで、はい、ぜひ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 あの参加をしていただきたいなと思います。サポーターズ結構いいこといろいろありますよね。あのいろいろとあの環境の情報を流します、うん、でまあそれを、面白そうだなっていうのに参加してもらえればいいんで、あの義務的なものは一切ありませんでっていう、気軽に、あの、はい、ゆるいゆるい組織です。はい、でもなんかあれですよね、はい、実証実験に参加したりとか。あ、そうそうそう、だからですね、例えばこの前超小型モビリティっていうあの一人乗りとか二人乗りの、うん、自動車、電気自動車なんですけど、うん、これの、実証実験今やってるんですが、うん、これを2週間貸し出しますよっていうのもこのサポーターズのメールで配信します。サポーターになればそういう情報が来ます、うん、はい、であと来月はですねグリーンカーテン作りましょうっていう。あ、グリーンカーテン。でゴーヤの苗をですね無料で配布をさせてもらいます。なのでゴーヤ、はい、だからゴーヤ担当部長。そう、ゴーヤ担当部長なんですよ。はい、なんだ、買っちゃったゴーヤ。そうそう、あ、そうなんですか。ゴーヤの苗買っちゃいました、はい、あら、ぜひぜひ、ね、ちょっと遅い、配るのがちょっと遅いんですけどね、はい、でも去年はですね1000世帯にこのグリーンカーテンのゴーヤの苗を配りました。なんでそういう意味ではあの筑波市内だったりちょっと周辺の方々もその筑波が好きな方はねこの荒野の苗でグリーンカーテンを作ってくれたかなっていうことで、非常にそういうところから何か意識をね環境を持ってもらえるといいかなっていうことで今もやってます。牛久市役所の方でもグリーンカーテンの準備始まってるんで、苗がドロ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 何度か変わりますからね、はい、いいですよ、ね、グリーンカーテン、はい、ね、ぜひぜひやっていただきたいですね、はい、ということでいろんなあの環境の関する情報を提供させていただきますっていう組織です、はい、でなんか面白いなっていうような実証実験とかに参加してもらうっていうようなことで、はい、でこれ、直近この前そのつくばフェスティバルってやつで、はい、私が営業してましたけど、うん、次は祭りつくばになっちゃうのかもしれないですけどね、8月ですね、8月の夏、うん、はい、
また2日間ぐらいですね、サンノがこう大声で筑波環境スタイルサポーターズですとか言ってると思うんですよね。周りからうるせえって言われるんですよ、ね。なんだよ、母ちゃんはその部長がそういう大声を張り上げてるの見たことないので、ああ、そうですか。いや、筑波ロボッツの終わりの時も相当大きい声でしたよ。ごめんなさい、あの時私もあの大きい声を、いやいや、それみんな、みんな大きい声だった。すごい大きかったと思う。みんな大きい声だったと思います。誰よりも大きかったと思いますけどね。それはそうだと思うんですけどね。はい、ぜひ、サポートですね。よろしくお願いいたします。そうですよ、はい。だから、カズちゃんもアナウンス部に入りたいんだったら、まずは、サポーターズに入って入会、はい、ってことで、はい、でも本当に筑波が好きっていうね、はい、筑波も好きです、筑波も好きでいい、そう、もうそれで十分でございます、筑波も好きで大丈夫です、はい、でもやっぱりね、はい、お隣同士の市ですから、そうですね、はい、仲良くしましょう、はい、そうそう、牛串も良くしていきたいし、うん、で、そう、引いては茨城県南も良くしていきたいし、ね、茨城県も良くするためには、うん、みんなで共同ですよ、そうです、一緒になって、ね、よくしていくというのが大切ですから、ね、一緒に働くってところがポイントですよね、一緒に、同じっていう感じの共同を よく使いますけど、うん、ね、ここ働くっていう、あ、字汚いんですけど、いや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 、ね、そこがそういうすごい意味がある共同です、共同です、これ、はい、もう何回連呼してるか分かりませんけどね、共同です、共同、はい、またコメントがいっぱい来てる気がするんですけども、そうですね、お話聞いちゃいますかね、はい、はい、昔の壁を打ち破りですか、ぶち破れ、はい、伝えると伝わるは見て非なるものですね、はい、確かに、そうそう、で、タカちゃん、たった今、家に着いたよ、うん、アナウンス部長会、いろんな部長すごいな、筑波といえば今度の日曜日10時から午後1時まで竹園公園でワクワク祭りやるよ、折り紙をはじき、お手のコーナーやるよ、皆さん来てね、タカちゃんはそういうのに今参加されてるんですね、そういう、はい、そう、結構いろんなに参加されてるんですよ、はい、どうですか、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、もうあっという間にもうエンディング全部かかっちゃってるんですけども、はい、ね、あれ、戻ったんですね、ミカチュウの頃、いや、なんかね私ね、いいですいいです、曲が探せなくて、はい、本当は、ね、あなたと牛くれなんですけど、ね、ここにあなたと牛くれがないんですよ、あ、なのでね、ちょっとミカチュウの星咲き雪の下ですか、ね、これ、はいはい、筑波にしか咲いてない星咲き雪の下ですか、うん、はい、筑波市の花ですかね、はいはい、星咲き雪の下ね、確かね、なので、はい、なんか筑波にしかないんですよね、筑波さんに制作してるってやつですかね、はい、あ、そうだ、筑波さんというとですね、はい、今日ちょっとこんなのを持ってきたんですけど、何ですか、これこれこれ、お、なんかルルブつくば、なんか1年ぐらい前に見たことあると思うんですけど、はい、なんかここにほら、あれ見ます皆さん、これ、あれですね、これこれこれ、ちゃんみおのいとこですね、あ、いとこ、いとこさんですよ、これ、みおさんですか、はい、あやめみおさん、あやめみおさんが、髪の毛が黒いんですよ、あ、じゃあみおさんですね、はい、みおさんですね、あ、ちなみにちょっとね、その時まだスリムですよね、スリム、ちょっと今よりも細い、カエル、カエル抱えたな、これ生きてるカエル、生きてるカエル、可愛らしい方が、ね、ちょっとそこドアップで写してあげてください、ね、ちょっとこれ、後でこれ、はい、ドアップ、ドアップ、ほら、みおさん、可愛い、可愛い、この人に会いたい、観光大使の綾部みおさんですね、この人に会いたい、この人、いとこなんですよ、なかなかね、会えないかもしれないですね、え、はい、でもね、こういう筑波のルルブもありますからね、ルルブ、はい、ね、山の話が出たの、はい、懐かしいものが懐かしいものが出てきましたけどね、ヒヤヒヤしてますよね、そうですかみたいな、でも、本当にね、はい、もうあっという間にお時間なんですけど、はい、今日出てどうでしたか、はい、そうですね、時間足りないですね、時間足りないですね、なんかやっぱりこう喋りすぎちゃいますね、そうですね、はい、熱い男ですか、いやいやいや、なんかこうもうちょっとこう計算高くいかないとそうですね、いけないのかな、私みたいに計算高くならないとダメですか、そうそうそう、なんですよね、そうですか、計算高くならないとダメですか、そうそう、計算高くならないと、いやでも自分なんかあの時自分させばよかったと思ってそれ後悔してるの、でもそれが計算高いよねそう、それをやりたかったそういうことですか、はい、ね、でもなんかまた、はい、これ今後も、ね、ぜひアナウンサー部長には、はい、いろいろと聞きたいことがあ、はいはい、あるのでございます、はいはい、そうですね、はい、私あの環境生活部長ですけど、いろいろ担当してますんで、いろいろ担当部長なので、はいはい、防犯とか、うん、防災とか交通安全とかも、うん、環境生活部でやってるんですよ、そうそう、なので地球温暖化対策、環境保全、ゴミ の、 ポイ捨ての禁止とかね、
やってますけどね。あとゴミの 3R ってやつですかね。 3R、はい、リサイクル、リデュース、リユース、はいです。はい、ちょっと今間違えたかな、はい、リデュース、リユース、リサイクル、オッケーですね。オッケーです、はい、順番問題、ね、いや順番はいいと思います、うん、はい、ね、まあ、いろいろとサミを勉強させていただきますし、はい、すね、あとね、牛久市関係しますよ、はい、猫の目プロジェクト。あ、そうかそうか、あの廃棄物の不法投棄の、うん、あの関係で、うん、猫の目プロジェクトっていうのを、うん、始めてるんですけど、まあそれはそのつくば市だけがやるやっていい話じゃないんで、県南で一緒に頑張ろうっていうのを、あの打ち合わせをやらせてもらってますんで、あのそこにも牛久さんも入ってもらってるんで、はい、なのでね、あのちょっとこう東京の方でいろいろと建設ラッシュがあると、こっちの県南の方にあの残土って言われるねものがあの不法投棄されたりとかする可能性が大なんで、ちょっとスクラム組んで県南で頑張っていこうと、頑張っていきましょういうことをね、ちょっとやらせてもらってます、はい、ぜひ、はい、協力よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、スクーバーですけどよろしくお願いします。今日は貴重なお話、足りない時間が足りなかったね、足りなかった、最初ね、音声トラブル、音声トラブルそれはまあね、事故ですか、でも今日でも次に来ていただいて、あ、そうですね、はい、よろしいですか、来ていただいて、いやいや、もう曜日、はい、レギュラー全員に会ってからみたいな、月曜日からちゃんと、はい、そう、全員やっていただいて、はい、そうですね、はい、なんとなく、ほとんどの人にお会いはしてるんですけど、はい、ちゃんたけさんとはちょっと会ったことがなくて、ちゃんたけはレギュラーじゃない、はい、そう、合わせてレギュラーじゃない、そう、あ、そうですか、はい、でも顧問でしょ、顧問なんで、はい、だって昨日なんか、アナウンス部長って言って、はい、一番反応してなかったですよね、たけちゃん、ちゃんたけさん、はい、反応してなかったのね、いや、どこのアナウンス部長さんですかっていう感じの、はい、なのでこんなものです、よろしくお願いします。じゃあ次はコラボレーションします、そうですね、はい、ぜひ、いやかな会になりそうですね、そうですね、はい、私いなくても大丈夫いやいやいや、まあ、はい、なんかお前こういう人がいないと大変だから、はい、そうなんですよ、ね、はい、今日も収拾つかない感じで、はいはい、ということで、まあ、アナウンス部長にはまた出ていただいて、はい、シャミューとのコラボもしていただいて、はい、今後もですね、シャミュー TV のアナウンス部長として、はい、あ、そうですね、はい、ラジオつくばのアナウンス部長だけじゃなくて、シャミュー TV のアナウンス部長みたいな感じですかね、はい、ちょいちょいアナウンス部長からのネタ仕込んでました、はい、そうかもしれないですね、はい、なのでね、はい、皆さんそちらの方もぜひ、ね、はい、これは三能からかっていうのをね、ちょっとチェックしてコメントしてください、ここら辺に、はい、ね、ぜひ、はい、ということで、ね、あっという間でございましたけど、はい、最後はチャンミュー TV の谷町スポンサーさんご紹介していきたいと思います、はい、VTR どうぞ、コメント来てる、来てないです、今日はかよさんと戦ったんで、モロおばさん、モロおばさん今音入ってますからね、コンセン君、はい、コンセン君っていう牛なんですよ、パルシステム、はい、戻ってきました、コンセン大地の、そう、いつもアナウンス部長に教えてもらって覚えられずに言えないで、そうそうそう、だって谷町スポンサーなのにキャラクター知らないってまずいっしょっていう、ね、コンセン君、コンセン君ですからね、はい、です、そうそう、はい、コンセン君に会おうっていうのをね、家族で行ったことありますんで、それで覚えていた、そうそう、いや、ちなみに会おう、そうですね、Sカードへどうぞって感じですかね、はい、ということで、はい、もうあっという間、はい、はい、で皆さんね、今日もね、はい、見てくださってコメントくださってスタジオに遊びに来てくださってありがとうしきでございました、いえいえあのすぐちゃも、ありがとうございます、ありがとうございました、いや皆さんね、また明日もウキウキハッピーにお届けしていきますので、ぜひぜひチェックしてください、明日はノジーとお届けするけどチャンミはもしかしたら来れないかもしれません、ではではまた明日も見てね、チャンノジー TV、 おやすみ、バイバイ、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました。